水木しげるの塔の物語は柳田国夫著の塔の物語を原作にした水木しげるによる日本の漫画作品および塔の私立博物館内で上映されているアニメーション作品ビッグコミック2008年14号から2009年23号まで連載岩手県塔の地方の民話をまとめた塔の物語全119話を各話数コマから数ページで描いた作品 2010年は、党の物語発刊100周年にあたり、記念事業の一環として、同年に、本作の単行本が刊行。同記念事業のオフィシャルサポートキャラクターに、本作のカッパが就任し、カタル君と命名。イベント等に登場し、キャラクター商品も発売された。また、当の私立博物館のリニューアルに伴い、本作のアニメーション作品が、館内上映。 同館では本作の原画展も開催された。水木しげるロードに設置されているサムドのバーのブロンズ像。水木しげるロードに設置されているカッパのブロンズ像。水木しげるロードに設置されている雪女のブロンズ像、東の物語のエピソードからカッパ淵、おしら様の2本を2010年4月24日から東の私立博物館にて常設で上映。 スタッフキャスト、ありがとうございます。